こんにちは、花屋レモンさん。私はね、男っていうのはね、何ぞやということですけども、不公平だって言い出さないことだと思うんですよ。男はいつも不利で当たり前なんですよ。不利なんだけども、それで 50-50 だと思えるぐらいの強さがいると思うんですよね。だからね、どんどん、塩を送って花を持たして9対1で五分五分って考え方ですよね。9対1のバランスで五分五分というか、例えるとね、九層猫を噛むっていう言葉がありますけども、ちょっと例えとはならないかもしれませんけども、猫とネズミって勝敗明らかじゃないですか。猫が圧倒的に強いですよね。ネズミが猫をやっつけるってことはあまりなくって、現実は猫がネズミを捕らえてしまって、殺してしまうってことになると思いますけどね。でも猫がネズミに飛びかかる直前っていうのは、ネズミもね、一生懸命抵抗してウーってなってるわけですよ。猫もウーって脅してるわけですよ。つまり9対1で釣り合ってる状態です。これが私のイメージする9対1で五分五分ってことかなと思うんですよね。男性はね、まさに男は辛いと言葉に象徴されるように、自分が辛いというよりも自分以外の人の辛さを噛み締めながら生きていくところが本当の男は辛いよっていうね、その真骨頂になっていくわけですよ。自分が辛いわけじゃないと、自分の妹に迷惑かけたなと、ごめんなこんな兄ちゃんで、というところにこう気恥ずかしさとか煮えとか寂しさとか辛さを抱えて旅に出るということなんですよね。温かい安定を離れて自分は旅に出ると。なぜなら安定を求めてしまうと、そこにはですよ、自分がいなくなるからなんですよ。いつも放浪の旅、いつも寝なし草、いつも、明日はどこ吹く風、そんなね、人生が男は辛いようなのかなと思いますけども、男性がね、あのドラマが好きなのは、女性も好きかもしれませんけども、結局そういう風来坊にね、憧れるところがあるというところなんじゃないかなと思うんですよ。安定を求めつつも放浪していたいというね、そういった形かなと。だから花屋レモンさんもね、メンバーさんのためとはいえ北海道に旅する寝ないしぐすがかなというところですよね。この前はね、うちにも来てくださって北海道にも行くと、この行動力、大抵の人はね、行かないです。なぜなら今は行動自粛だからみたいなのは、でも実はあれは単なる世間的な言い訳なんですよね。実際には移動する喜びとかね、出会う喜びっていうのはなくしたくないと思ってるんですよ。で、自分がそれができないのにやってる人に妬ましくってね、もしかしたら攻撃がいくかもしれないですね。この時期に旅行しやがってみたいな。でもね、そういう風な逆風には負けないでほしいなと思います。誰かが移動するから、移動しない人の暮らしが守られているってこともありますし、移動しないから移動する人の暮らしが守られているってところもある。要するにバランスしてるってことなんですよ。今ほとんどの人は積極的な移動、観光、旅行しないと思います、ね、しないんだけども、本当にしなくなったら、じゃあ誰がね、旅行業者を支えていくのか。十分な保証もないのに。そして誰がね、お客様が来て利用してくださるって喜びを受け取るのか。結局ね、飲食店でも芸能人の方でも舞台俳優でもコンサートをやる歌い手さんでもね、クリエイターさんでも、お金をもらうってことは一つの重要な要素なんですけども、自分が誰かに求められて、自分のおかげで誰かを癒している、笑わしているってところに自分の存在価値を感じるんですよね。でも不要不急で自粛してくださいっていう中に、自分の活動が不要不急っていう風なね、現実を突きつけられた時に、自分の存在価値を一気に失ってしまうことになるんですよ。でそうなってほしくないんですよね。不要不急って言い方も実は好きではなくってね、それは不要不急なんて人に言われることではなくって、例えば私がね、今日どうしても麻雀したかったら不要不急じゃないんですよ。それがどうしても昔付き合ってた彼女に会いたかったら、それはもうね、不要不急じゃないんですよ。絶対条件なんですよ。だからみんな違うんですよね、その条件は。みんな違うんで、一概に不要不急だっていうふうな括りにもできないし、一概にパチンコ悪っていうのも言えないですし、一概に生活保護は不正受給とも言えないんですよね。でもなぜか人っていうのは、ほんの隅っこのたった一部をね、切り取って全部だって言い張る人がいるんですよ。ネットビジネスは詐欺だとかね、いや、ネットビジネス以上にネットじゃない詐欺の方が多いでしょうと、そして人を嘘つき呼ばわりするぐらい、あなたは正直な人なんですかってこともありますよね。ちょっと話題がずれちゃったんですけども、男性としてはね、女性に花を持たして女性を笑わしてなんぼだと思うんですよ。前回もお話ししましたけども、
女性の涙は男の責任なんですよね。女性が辛くて苦しくて悔しくて悲しくて流す涙、それも男の責任。喜びと感動で流す涙も男の責任。このどちらにコインの裏と表がいくかっていうね、勝負を男の人生ってのは生まれてから死ぬまでするものじゃないかなと思います。まずは母を泣かせないように、感動の喜びの涙で、ね、泣かせれるように努めていきたいもんですよね。きっと花屋龍馬さんもそう感じてると思います。そういうところでね、我々はね、男同士というやつですよ、うん、なんかこれはいいですね。多分ね、花屋龍馬の男星っていうのもあると思いますんで、まあね、前回はね、なかなか難しいなって言いますけども、難しいこのね、やり取りしかしないですからね、我々は。簡単なことはないですから、難しいやり取りもこれからやっていきましょう。じゃあ北海道の白銀の世界から動画を見ていただきましてありがとうございます。じゃあね、次はね、次は何でしょうね、まあ幸せって何でしょうね、幸せ、それについてちょっとまた語ってもらいたいと思います。いってらっしゃい。